さてはこれ最後に調べるか最後に調べるのがフルートだったりする。あらー、そういうことってあるんですね。じゃあ開けましょうか。これでなんだ、あれ、あ、ちょっと待って、金槌を持ってなくちゃダメかな。あー、ごめん、金槌持ってなくちゃダメだ。確か制裁って書いてあったなそうですね。じゃあ装備でバイオリンじゃなくて金槌を持って、これで壊せってことか。金槌で壊せるフルートって一応壊せんのかな。これをじゃあ開けて、あ、壊せばいいのか。このまま壊そう。ロッカーを壊した。これで壊したロッカーの残骸から父親の部屋の鍵を手に入れた。あ、いよいよちょっとクライマックスに近づいてきたな。父親の部屋の鍵、3階だよね多分ね。3階から来てたもんね父親って。なんか BGM が怖くなったな。クロエ、きっとこれからもミシェルにいっぱい迷惑をかけるの、ごめんなさい。だからいいって別に。めんどくさいな、めんどくさいなっていうのはかわいそうだろ。めんどくさ、ううほら泣いちゃった。 ごめん嘘だよ。とりあえずセブしよう。父親の部屋か。じゃあこの空いてる2にセーブして、こっちか。あー、こっちか。鍵を開けた。あ、なんか正気が濃くなった。血まみれだと。床にはべったりと赤いものがこびりついている。なるほど。これは愛しい娘の成長記録と書かれた古いアルバムがある。いや、ちょっとやめとこうすげえ歪んだ愛情見せられそうなんで。すべて造花だな。タンスには日用品や小物で、ピアノがまた置かれていると。ピアノが置いてある。何やら見慣れない用語が羅列されている。え、それだけ見慣れない言葉の羅列。音楽小道具、大丈夫かな。楽譜など音楽関係の本が入っている。本の隙間から画用紙を見つけた。画用紙を手に入れた。ははん？なるへそ？そして、まあ、あと日記しかねえかな。ちょっとじゃあ、読んでみるか。すげえ嫌だけど。開けてみる。クロエによく似た少女が悲痛な表情を浮かべている。え、だけ？続きを読みますか。え、もうすげえ胃が痛いんだけど。やだ。クロエによく似た少女の写真が大量に載っている。あら！精神ダメージが。汚らわしい。あれ？どうした？汚らわしい。あれ？え？なんだ？精神ダメージが。マックスだけどゲームオーバーになるとかそういうわけではない。すべて汚らわしいになっちゃってる。どうしよう。クロエ、助けて。大丈夫かな？ミシェル、一体どうし、ああクロエ。汚らわしい。僕に触れるな。そう、これでいいんだ。こんなの大したことじゃない。クロエは僕が殺したんだから。愛してるよ。おやすみ、僕のクロエ。笑ってるだと。クロエの部屋に。え、クロエの部屋？わけわからん。アルバムを最後まで見ちゃいけないってことなのかな。とりあえず、もう一回復活しようか。とりあえず今、画用紙を回収した状態ですね。で、あのアルバムを読むと、なんかゲームオーバーになっちゃうんで、クロエの部屋に行けばいいのかな。これで。ね、さっきクロエが死ぬ直前に、クロエの部屋に釣ってたけれども、なんか変わってる？なんか光ってるとか。特に何もないけれどもな。
なんか変わってる様子、時計の後ろがある。わからんな。特に気になる本はない。ドレス、小物、わからん。ここか。ベッドには誰もいない。そうだよな、それあ、これか。あ、違うな、特別招待券か。何回調べれば気が済むんだって感じだけれども、あららららららら、どうすればいい。画用紙、画用紙を回収したけれども、画用紙が真っ白な画用紙か。これでなんか作る、あるいはなんか書くとか。装備できるか。装備できるの。ミシェルを切り、ミシェルが切り抜いた絵か。黒絵が描かれてるやつですよね。画用紙。装備できる。切り抜いた絵。これも装備しとくか。わからんな。まだこっち側の方で回収してないやつがあるってこと。さっきのハテナって書いてあったやつ。これかな。何やら見慣れない用語が羅列されている。そういうことか。これを持った状態で何かをするとか、これを持ってる状態でアルバムを読めば大丈夫とか、そういうパターンもありそうな感じもするけれども。わかんないな。あ、道具が入ってる。そういうのもあるのか。見慣れない道具ってのは、この音が怖えな。あれ？何やら見慣れない道具か。あ、これもか。めちゃくちゃ入ってんじゃん、見慣れない道具が。あ、何？何？ティーカップには真っ赤な液体が注がれている。あ、待った、精神に飯食った。マジか。そんなあれもあるのか。じゃあ、何もないな。これでアルバム読んでみる。なんか変わるのか。あ、ちょっと待って。これは？あ、何も関係ねえか。これでとりあえずちょっとアルバム読んでみるか。愛しい娘の成長記録。開けてみる。なんか変わったりとかしねえかな。変わんないね、とりあえず。あ、めっちゃ減った。続きを。これで読まない。あら、もう読まざるを得ない。読まざるを得ないのか。マジか。これはもう確実に調べなくっちゃいけないのかな。いやー、わかんねえなー。これででも、クロエを話しかけたらダメなんだろう。猫とか。猫だったら癒しで。あ、大丈夫？あれ？あ！やっちまった。マジか。あらー！これ、ちょっとやっちゃってんな。マジか。でもゲームオーバーにならねえ。これで、この状態でクロエの部屋に行くとか。どう？なんか変わってる？何にも変わってなーい。何にも変わってなーい。あれ？ちょっとこれまた外れくせえな、さては。ちょっともう一回クロエに話しかけても、猫ちゃん殺しちゃったから、もう一回最初からやり直すしか。ごめんよ、みんな。俺のせいじゃねえんだ。とりあえず、この切り抜いた絵、いいじゃない、絵。ミシェルが切り抜いた絵を装備して、これで、ちょっと見してみるか、クロエに。こんなんあったけど、みたいな。しらばっくれる。クロエきっとこれからもミシェル、あ、同じこと言ってんね。だから言って別にめんどくさいな。同じこと言ってるわ。ごめんごめん。あ、見せることができるな。見せようか。あ、それ。この絵？うん。クロエの描いた絵なの。でも、本当はここにお父様とお母様がいたけど、クロエ、一人ぼっちになっちゃったのよね。そうだね。ごめん、俺が切っちゃったの。あ、だけ？あ、違うの。そうだわ、ミシェル。もしが画用紙を持ってたらクロエにちょうだい。わかった、あったらね。なるほどね。これで画用紙が必要なんだ。これで、じゃあまた新しく絵を描こうみたいな。そんな感じか。さては。これで、画用紙を持っていく。OK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 。ようやく光が見えた。じゃあ、これを装備で、
画用紙持ってクロエに話しかけると、あ、撫でよう、とりあえず、よしよし、なんでもない、見せると、同じ会話してんね、また同じ会話してるわ、一人ぼっちになっちゃったのよねと。画用紙持ってたらクロエにちょうだい、いいよ、画用紙を渡すと、ありがとうミシェル、ちょっくら書いてくるのかお前急に言葉遣い、ちょっくら書いてきてくれ、できたの、早いな、見て見て、あ、なーに、俺のこと書いてくれたの、めちゃくちゃ可愛いじゃん、これ僕、そうよ、これでもう一人ぼっちじゃないのね、ミシェル、まあそうだね、それじゃあね、これミシェルにあげるの、お守り持ってて、お守りを手に入れた、ありがとう、さっきの絵くれたのか、あのね、絶対よ、生きて帰って、生きて帰って、急にそんな物騒なこと、これでお守りが、あれ、お守りない、あ、あった、クロエが描いたミシェルとクロエの絵がお守りってことか、なるほどね、これでこっちを見ても正気を保てるとかそういうこっちゃない、ね、このお守りが効いてっから、そういうことでしょ多分。これで続きを呼びますと、どうだ、クロエによく似た少女の写真が大量に載っているけれども、すべて減ったけれども、大丈夫、大丈夫ない、あれ、あららら、おかしいな、ぬるるるる、これでクロエの部屋に行くとかダメ、いや違うな、先にクロエの部屋に、あれ、ちょっと待って、これ光ってる、なんか光ってる、あ、光ってねえか、あ、うん、やっぱり光ってたか、壊れた本棚の間から日記と書かれた本が覗いている、本を手に取ってみますか、あれさっきここ調べたよな、赤くなった時、お守りを持ったからフラグが立ったっていう考え方でいいんだよな、多分手に取ってみる、とりあえず話は進行した、正気に戻ったのか、バツガツバツ実曇り、最近誰かが私を見てる、どこかに行くと気もついてくる、気持ち悪い、バツガツバツ実晴れ、今日はお父様とお母様がお出かけの日、メイドの D さんと遊んだ、 D さんはとても優しいから好き、バツガクバツガクバツガクバツ実曇り、最近お母様がお返事をしてくれない、一人でずっとお部屋にこもっている、私を見ると嫌な顔をするようになった、バツガツバツ実バツ実雨、お父様に呼ばれた、いや写真が大嫌いになった、バツガツバツ実雨、D さんが突然辞めちゃった、お母様が D さんは結婚するんだって言ってた、幸せになってほしいけど寂しい、バツガツバツ実晴れ、コンサートにお呼ばれした、今まであった嫌なことも忘れられた気がした、やっぱりあの演奏は素敵、これがミシェルのコンサートなのかな、ね、雨、お父様がまた私を呼んだ、メイドさんがまた辞めた、もう嫌もう嫌もう嫌、曇り、館が随分静かになった、メイドさんがみんな辞めちゃったから私とお話してくれる人はもういない、雨、私のお洋服がズタズタになってる、お父様に買ってもらった一番お気に入りのお洋服がひどい、雷、お母様が私の服を切ったんだって、私のことが嫌いだからだって、お父様に好かれてる私が嫌いだから、雨、どうしてこんなこと、私が何をしたっていう、めちゃくちゃ雨じゃん、私はお母様に好かれたかった、お父様にあんな風に好かれたくなかった、お母様に好かれたかったのに、雨、猫ちゃんが死んじゃった、昨日も一昨日もご飯を全然食べなくて、またお友達が減っちゃった、ああもう天気も書いてくれない、バツガツバツ実、辛い辛い辛い、もう嫌もう嫌もう嫌、助けて
あの日の夢を見た。お父様から逃げられたあの日、会いたい、もう一度だけ。怖い、怖い、怖い、怖い。お父様が怖い。殴られるのは嫌。憎い。あの人さえいなければ。お父様に呼ばれた。最近記憶のない日がある。知らないうちに物が壊れてる。きっと私はおかしいの。人を殺したいと思うなんて頭がおかしくなっちゃったのね。今日本で読んだ。憎しみが強くなりすぎるとそれはいつしか呪いになってしまうんだって。私の中にあるのはもう呪いなのかもしれないわ。またお父様がお呼ばれしたのか。私は人間、誰かのお人形じゃない、ペットでもない、そう思いたいのに。みんなそう思ってくれない。お父様もお母様も、みんなみんな。どんどん呪いが深くなる。あの本にはこうも書いてあった。呪いが深くなりすぎると、それは自我を持つようになる、自我を持つようになるって。彼なら助けてくれるかしら。あの日みたいに。会いたい。逃げたい。誰か。助けて。ああ、正気に戻った。よかった。クロエ、泣いてる。すげえ、立ち上げが細けえ。最低だな、僕は。わかってたのに。クロエ、人間だ。そうだ。違うんだ。クロエだって僕と同じじゃないか。同じ、人間だ。僕はなんてこと、今まで。もう一度あれを見るんだ。あれ？お守りか？二人の絵が描かれている。あれ？特に変わらない。装備しなくちゃいけない。装備できないよな。あれ？どうすればいいんだ私は。とりあえずクロエのとこに行けばいいのかな。ここに直接来るのか。マジか。これをもう一回見ろってことか。クロエ、アルバムの最後に一枚の家族写真が入っていた。幼いクロエと若い両親が並んで写っている。写真を抜き取ってみますか。抜き取っていいんだよな。抜き取る。写真の裏にピアノの後ろと書かれている。ピアノの後ろ？これ？の後ろってこと？よく見ると何か転がっているようだ。工具を手に入れた。あと一部屋か。これで壊せるってことかな。マイナスドライバー。あ、なんかさ、取っ手が壊れてるところがあったよな。取っ手が壊れてるところってどこだっけ？ちょっともう一回、クロエ、話しかける。なに？どうしたの？ミシェル。その、ごめん。ミシェルは謝らなくていいのよ。悪いことしてないもの。うん。僕は最低だ。君にすごく失礼なことをしていた。だから謝らなきゃいけない。ごめん。ミシェルがそう言うなら。うん。これ、なんだろうな。ミシェルが、クロエを殺したっつってんだよな。これ、時間軸が歪んでるのかな。ワンチャン、この、ミシェルって、クロエの親父なんじゃないか。ねえ。なんかそんな感じがしてきてよな。このミシェルの発言的に。で、とりあえず、持ってるから、ここだっけ？開かない。ドアノブが壊れて引っかかってるようだ。あー、外せるよね。外す。
壊れたドアノブを外した。 OK で、とりあえずちょっとセーブしようか。どこにセーブしよう。迷うな。あ、ここ開いてるわ。よかったよかった、ちゃんと開けといて。何か代わりにできないかな。差し込める持ち手のあるものとか。じゃあ持ち手のあるもの、金槌、金槌を持たせる。これで開けれない、ダメかな、ダメか。じゃあ、何かあったっけな。持ち手のあるもの、持ち手のあるもの、持ち手のあるもの、この辺の工具とか、音楽用の小道具、けがら、あ、あれ、まだけがらわしいっつってる。なんでなんでなんで。まだ若干狂ってるぞ。あ、さっきのハテナってなってるやつが全部けがらわしいになってる。ああ、そういうことくせえ。けがらわしいものなんだ。さては。そういうことか。っていうか、でも、結果何もねえな。これは？ああ、もう変わんないよね。持ち手のあるもの。なんか他に持ってたっけ？金槌、羽ペン、食材。なんか、持ってみる。ハサミとか。ハサミも一応持ち手はあるけど。これで？あ！マジか。だったら別に、金槌でもいけたような気もするけども、差し込む。うまくはまったようだ。やったぜ。これで、あ、入れる。あら？なんだ？いきなり、なんか、人玉みてえなやつが。人玉みてえなやつがいるな。机の上に料理が乗っている。料理か。なるほど。食器棚があると。テーブルマナーの手引き書と書かれた本がある。読みますか？読みましょう。あ、めちゃくちゃあるな。着席するときのマナー。椅子を引いてもらったら左側から座ること。離席するときも左側からである。なるほど。ナプキンは主賓が広げるまで広げてはならない。主賓より先に広げてしまうと早くしろという意味になってしまう。なるほどね。ナプキンを使用する場合は口か指先を拭うときだけ。また、ナプキンを使用しないと汚いという意味になってしまう。うん。なるほど。ああ。他のテーブルマナーも読んでみる。食べるときのマナー。パンはスープが終わってからデザートの前までに食すこと。食事中に離席する際はナプキンをきちんと畳み椅子の上に置く。魚の骨付きのものは魚をひっくり返して食べるとマナー違反である。ナイフで、骨を慎重に取らなくてはいけない。うん。なんか意味があるのかな。離席する時のマナー。主賓が外してから自分のナプキンを外し、汚れを内側にして軽く畳み、テーブルの左側に置く。急に離席することになってもこうしておけば食事終了のサインだ。またこの時ナプキンをきれいに畳みすぎると美味しくなかったという意味になってしまう。軽く畳む程度にしておくのがマナーだ。ほー、なるほど。知らないことばかりだった。全然マナーがなってない証拠だった俺の。じゃあこれはなんか食材が置いてあるとかそういうのはないわけ。これ何？すごいやな。壺の中には得体の知らない液体が入っている。壺がある。食材が置いてあるとかそういうのはないわけか。この辺は特に調べられない。で、こいつら特に襲ってくるわけでも何でもないけれども調べてみる。あら？このメニューの。メイドは嬉しそうな顔で料理をしているのか、お前。メイド A って言うと、のっぽのやつだっけ？確か。D。いらっしゃいませ。ミシェル・ダランベール様。私はこの館のメイドです。あなたを黒いお嬢様の晩餐会にご招待いたします。ちょっと待って。それでは気が変わりましたらいつでもお申し付けください。マジか。ちょっと待って。これは？解体ショーは楽しめたっつってる。やだ。あー、減った解体ショー見てもいないのにまだ。なんでそういうことする。とりあえずちょっとセーブしとこう。9。OK。開けといてよかった。じゃあ、お食事会しましょうか。あれ、でもこの言い方だと、ここでいらっしゃいませ、旦那様とか言われたら、いらっしゃいませとは言われねえか。お帰りなさいませ、旦那様とかさ。そういう風に言われたらば、このミシェルが、クロエの親父っていうこともできるけれども、普通に、ミシェルっつって言われてるから、違うのかな？
黒いお嬢様の晩餐会でご招待いたします。まあ、じゃあ招待受けましょうか。受けないと話進まないしね。それでは準備が済むまでお席で少々お待ちくださいませ。あ、なんか出てきた。なんだこれ。メニュー表が書いてある。あら、いらねえわ。指と歯のオードブル、髪の毛のサラダ、心臓のエキス、目玉のマリネ、血液のシャーベット、臓器のステーキ、脂肪の塊もうそのまんまじゃねえか。脂肪の塊って、体液ティー。美味しくなそうだな。いまいち。なんだこれ。まずいな。このままじゃ人間を食べなくちゃいけない。どうすればいいの俺は。黒いお嬢様、てんてんてん、どうしよう俺は。どうすればいいんだ。食べさせられる前に何とかしないと。もうお腹がいっぱいなんだって。実はもう一回調べる。あー、ダメだった。また減ったあー、どうすればいいんだ俺は。この料理とかを全部バラバラに台無しにしてしまえば大丈夫なんじゃないか。ダメなのかな。出たい。こっからとりあえず出よう。出れ。あー、待って、やだ。あー、お食事会が始まってしまってる。美味しい、美味しいよこれこの臓器のステーキ、あー、最高だって言ってたのかな多分お粗末様ですわ。あー、よかった、生きてた。なんだ今のメニュー。え、終わった。あれ、さっきのじゃダメだったってことか。外に出たらダメってことかマジか。急な用事ができたから席を外したい。私は左側になんかナプキン的なやつがねえのか。何かを台無しにしてしまう。どうすればいいんだ。何かを台無し、あ、違う、分かった、俺めちゃくちゃ天才かもしれない。これでむしろメニュー表を変えてしまうとか。書き換える、これを。ダメかな。あ、冴えすぎだろ俺、天才かよ。さては、順番は、あ、待って、ごめんマジか。調べてなかったってか流してたな。前菜は間違いないよな。前菜、コーヒーグランにてスープかな、多分スープで、急にここで肉が来てしまうとダメだから、スープでもおかしい。魚料理かな。で、肉料理がないから、チーズ、デザートは早いよね。チーズっていうのもどうなの。チーズって来るもんなの、単体で。グランニテっていうのがよくわかんないけれども、このグランニテってやつにする。で、あ、肉料理出てきたね。肉料理、デザート、まだ肉料理が来てないから、デザートとかコーヒーとかはおかしいと思う。だから肉料理で、サラダかな。いや、サラダって前菜だよな多分。違うのかなわかんねえな。チーズで、デザートでコーヒーかな最後。デザートコーヒー、どうこれで。前菜スープ、魚料理グランにて、肉料理、チーズ、デザートコーヒー、すげえ当たってるわ多分。これでいいんじゃないかな。これでいける。ん、じゃダメ。どう、ねえミシェル、笑ってみて。は、これミシェルの笑った顔が好きだから笑って。え、笑ってみる。どうだちょっとぎこちないけどいいのか。ミシェル最近はなんだか優しいの。最近っていうほどのもうまだ関わってねえけどな。別に気のせいじゃない。あれ、もういいの俺は。お役ごめんか。さては、
お呼ばれされねえな。そうか。どうすればいいんだ、俺は。行き場を失ったな。晩餐会ですって、楽しみに。あ、まだやるんだ。あ、そう。おー、びっくりしたマジか。左側から座る。ミシェルの席と書かれてる。あれ？うん。座りたいな。座れない。あ、こうか。あれ？ん？おや？こうか。あ、席に着く。左側から座ったぞ、俺。ちゃんと。どうだ？これ、さらに、こっからテーブルマナーがあれかな。テーブルマナー関わりありそうだな。とりあえず主賓のクロエがナプキンを開くまで俺はナプキンを開けないと。それでは料理をお運びします。お願いします。普通の料理を。まだです。広げない。ナプキンを広げたの。これでナプキンを広げると。OK。いいですよ。ナプキンを広げた。うん。つつがなく。これとっても美味しいの。つつがなく進んでんのか。お次は、ここでしか取れない特別な魚を使いました。ムニエルでございます。魚料理か。どうやら骨付き魚のようだ。ナイフで骨を取る。ひっくり返したらダメです。いいよ。俺テーブルマナーあるから。任してくれ。ひどい腹痛だ。これ以上食べるのは無理だ。まあ。あ、ナープキンを畳みますか。まず、まだ畳まないで席を外すだけだよな。多分。だから、畳まないで、畳んでいいんだっけ？ん？ナプキンを畳むのかな？あれ？どうだったっけ？畳む？畳んで、もう一度、いや、畳まない。で、左側に置く。こうか。なるほどね。席を離れた。急な用事。で、これ以上無理だっつってたから畳めばいいんだよな。お疲れ様でした。腹痛の件はどうかご無礼をお許しください。あなたにクロエお嬢様を救う資格があるのか、それを確かめたかったのです。救う資格？ははん？私はこの姿になってからも、クロエお嬢様のことが心配で、ずっと見守っておりました。お嬢様は今、強くなりすぎて制御できなくなった呪いに苦しめられているのです。どうかお嬢様をお救いください。私には見守ることしかできません。俺を試しただと。これをお持ちください。カプリース24番の楽譜を手に入れた。これで演奏があなたのその腕で、きっと黒いお嬢様を解放なさってください。どうかよろしくお願いいたします。実はいいやつだった。あ、でもこういった、ふふ、うふふ、旦那様。クロエのレクイエムを現実にしなければ。メイドは嬉しそうな顔で料理をしている。あれ？今はいない旦那様に話しかけてんのか、ミシェルに話しかけつつも旦那様っつってんのか、その辺が気になるところではあるけれども。とりあえず、楽譜、は手に入れたから。お、びっくりした、びっくりした、もうやめてくれそういうのとりあえずこれで装備して、バイオリンをとりあえず装備 C のカプリース24番、これでいけるんじゃないかな。弾く、これで満足してくれ。なんとか。あ、お前見てるだけ